皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2022年9月21日水曜日でございます。気温は21度ですか。ちょっと下がってきましたよね。ということはこれから寒くなる一方なのでございましょうか。とも思えないほど結構暑く感じます。ただこうして気温がコロコロ変わっておりますので、皆様は体調にはお気をつけくださいませ。そして本日ハリリュンさんよりお便りを預かっております。そのお便りを読ませていただきたいのですが、途中ちょっとつっかえたりしましたら本当に申し訳がございません。そのまま続けましてございますが、なんか今言い方が怪しかったですね。そのまま続けさせていただきますが、どうかよろしくお願いいたします。ではではお読みしますよ。ハリリュンさんよりのお便り、じゃん。お久しぶりです。名前覚えてるかな。元気してますか。私は職場が新型コロナのクラスターになり、感染した患者さんから私も感染してしまい、救急車で運ばれるほどに危険な状態になりましたが、療養が明けそこそこ元気です。未だにリス君とクマの LINE スタンプを日頃使ってはリスやクマのことを思い出してます。 TikTok でもリス君の声が聞けるようになって嬉しいです。リス君の頑張る環境が増えてていっぱい頑張ってるんだなって思ってます。遠くから応援してます。最近は休む暇もないのでほとんど放送見れてませんが、たまに YouTube のおすすめに出てくるとリス君の動画見てます。これからも頑張ってください。大好きです。とのことですよ。もうちょっとさらっと読みましたが、途中ドッキドキでしたから、途中もうとにかく今がご無事でよかったでございます。もうどういうことですか。危険な状態になっちゃうって、まあ実を申しますとクマから若干はお話聞いておりました。ハリリュンさんが大変だったということですから心配はしておりましたが、こうしてお便りをいただけるほどにご回復いただいたことがただただ嬉しく思います。それにしてもですよ、新型コロナのクラスターになってしまったということもそうですが、ハリリュンさんってだってワクチンを3回以上はもう接種されてますよね。なのにですよ、なのにかかってしまい、さらにはハリリュンさんってお若いですよね。なのにですよ、なのにその危険な状態になってしまうっていうことが、僕は恐ろしくてもうどうしたらいいかわかりませんよ。どうしたらいいんですか、こういうような状況になってしまうこと。とにかくですよ、その医療従事者さんの安全の確保をどなたかと言いますか、権力のある皆様、お力のある皆様、どうかよろしくお願いいたします。そしてですよ、そのような危険な状態になってしまったのに、その今現場にご復帰されて怖くはないのでございますか。つまりメンタルケアな点でございますよ。僕が心配なのは、そのトラウマになってしまってちょっと現場の復帰怖いよとかなっていらっしゃいません。もう心配ばかりが募ります。とにかくそのメンタルケアがどうなっているのか、現場の状況がその心配なんですよ。
よくは分からずに心配してしまってすみませんね、本当にいい加減な心配で。ただその医療従事者さんがそのメンタルケアをなされる点、ここ心配です。そして僕がですよ、僕みたいなものが多少なりともでもハリリュンさんのお心をなんとか癒せる部分がございましたら、ぜひともお便りくださいませ。僕なんかでよろしければ何でもかんでも言いたいことを言ってくださって構いませんからね。よろしくお願いしますよ。ハリリュンさん、遠慮さらって言っちゃいましたけど、遠慮なさらずによろしくお願いしますからね。もう何でしょうかね、こうして日々頑張ってくださる医療従事者の方々にもうただただ頭が下がるばかりですよ。どうしていいのか分かりません。僕のこの役立たずさが恥ずかしいですから。もうそれなのにもこのようにありがたいお優しいお便りをくださいまして、もうこれまたありがとうございます。しかもですよ、そうでした、あの TikTok でコメントをくださったようじゃございませんか。作者さんが言ってました、ハリリュンさんって方からコメントをいただいたから、もし知っていたらお礼言っといてねって言われていたんですよ。ですのでハリリュンさん、改めてお礼言わせてください。 TikTok でコメントくださいましてありがとうございます。ちゃんとそうなんですよね、 TikTok をチェックしてくださいまして嬉しいです。実は TikTok の漫画のアカウントあるじゃありませんか。漫画のアカウントは作者さんが直結で管理しているアカウントなのでございます。ですからもしも作者さんに直接何か聞きたいよということございましたら、 TikTok のアカウントにぜひとも漫画のアカウントの方ですよ、漫画のアカウントの方にぜひともコメントをいただけますと何かしら反応があるかと思います。はい、僕はちょっとどういうようなことが書かれているか把握してはおりませんけれどもね。ですのでTikTok の漫画アカウント応援していただけますと嬉しいばかりでございます。もう本当にもうその病状の悪化明けにこうしたお便りをくださいまして、さらには応援までくださいましてありがとうございます。しかもスタンプもお使いくださってますとか、もうどういう風に感謝の言葉を述べていいやら分かりませんよ。さらには遠くから応援してますなど言わずに、ぜひとも近くによろしくお願いしますよ。近くでさらにはあれですよ、名前覚えてるかななんてそんなことをおっしゃらなくても覚えていること当然じゃございませんか。もう数々の動物クイズまで覚えてますよ。ですから心配なさらないでください。そこは忘れるはずもございませんから。そして元気にしてますかとのことですが、僕はいつも特に元気はありません。すみませんね、元気なくて。ただ健康ではあります、健康ではありますので、その点はご心配くださらないようお願いします。ただ元気じゃありませんよ。そんな感じで大丈夫ですかとのことでして、僕は動画も放送も見てくださってありがたいですし、大好きですって告白をされてしまいましたから、じゃあどういう風にしてあれですか、なんか婚約指輪とか用意したらいいんですか。
もうよくはわかりませんが、僕もその大好きなお言葉を受けてただただ照れます。照れますし、もう僕あの大好きですっていう風にお返しするのが恥ずかしくて言えませんよ。すみませんね、恥ずかしがり屋で。もう恥ずかしがり屋じゃなければこういう状況にはなってないかと思います。そして本日お一言に行きたかったのですが、ものすごい長くなっちゃいまして、本日ちょっと諦めさせていただきます。すみませんね、お一言言えませんで。ですので、あの一言は僕からの一言にさせていただきたいと思います。ですので、じゃあもう僕からの一言、あ、そうでした、お夕飯コーナー忘れてましたよ。そっち行きましょうね。では改めまして申し上げますが、ハリリュンさんありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。そしてメンタルケア、僕でもよろしければ力になりたいのでございます。お便りどうかくださいませ、とのことでしてですよ。僕の昨日のお夕飯いきますね。僕の昨日のお夕飯は、チョコレートでございます。また完全復活しております。またしばらくチョコレート続きますけれども、またかよって思わずにどうかお付き合いくださいませ。ただなんかじゃあチョコレートのアレンジレシピとかしてみますか。そんなものできるんでしょうかね。ちょっとわかりませんが、じゃあちょっと考えてみます。考えて、とのことでして、じゃあ行きますね。僕よりのお一言、また僕にお一言って言っちゃいましたよ。僕に王をつけることは必要ないのでございました。とのことでして、僕よりの一言行かせていただきますし、そして皆様本当に感謝絶えません。何度も言いますが、皆様に感謝しております。ありがとうございます。では行かせていただきますね。僕よりの一言どうぞ。医療従事者の皆様、日々ありがとうございます。